大ワ駅は、三重県大ワ市中村町にある、東海旅客鉄道規制本線の駅である。大ワ市の代表駅となっており、特急、南紀を含むすべての列車が停車する。1942年の大ワ駅。表記は、大ワではなく、大ワシ。1934年12月、国鉄規制東線の美濃瀬駅から当駅までの開通に伴い開業した。開業当初は、 滝駅から伸びる道線の終着駅であり、その状態は1957年1月に、当駅から、久喜駅までの延伸がなされるまで、およそ20年続いた。当駅の開業により、尾和への旅客、貨物輸送はほぼ鉄道が独占することになり、尾和から矢野古峠を越えて、木本町へ至る県道が開通すると1936年10月16日より、尾和大城木本間に、 昭和自動車、機南線が運行されるようになった。なお、駅の読みは開業当初は、お足であったが、規制本線の全通に際して、現在の、お汗に改めている。また、三重県内の木域駅、大河口駅、山田駅でも同日にそれぞれ駅名を、熊野市駅、滝駅、伊勢市駅に変更している。瓶石山から望む、駅構造ホーム改札口付近の、 洋水相対式ホーム2面2線を有する地上駅。かつては2面3線の構造であったが、駅舎から一番遠い3番線は線路が剥がされ、ホームにフェンスが設置された。大半の列車は駅舎に接する1番線に発着している。2番線は上り普通列車の交換時に使用しており、2014年3月15日改正ダイヤにおいては1日1本のみが使用する。また、 かつては一番線と二番線の間に抽線があり、貨物列車の対比及び入れ替え作業に使用されていた。互いのホームは、古戦橋で連絡している。駅舎は、木造で改装されているが、開業当初からのものである。駅長、駅員配置駅である。管理駅として、船津駅が電域間の各駅を管理している。自動改札機は設置されていないが、自動券売機が一台。 設けられている。緑の窓口設置駅で、マルスタンマツの設備を有する。三重県統計所等によると、1日の平均乗車人員は、以下の通りである。駅前周辺天狗倉山から望む大和駅周辺の、大和市中心部大和市中心街の生誕に位置する。大和市役所をはじめとする、行政機関などに近い。また、駅前には、コンビニエンスストアなどの商業施設がある。 市、県などの機関国の機関特急、南紀の隣の停車駅は、列車記事を参照のこと。東海旅客鉄道規制本線、愛和駅、大瀬駅、大曽根浦駅。ありがとうございます。